しい新メンバー。はい、高倉兄さんです。高倉達。これ違う。はい、ちょっと主張が激しい人がいますけど、ご飯あげます。これ何ご飯？新鮮イサザアミでございます。イサザアミ、エビちゃん？アミエビ。アミエビの仲間。翡翠イサザアミでございます。ほら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 。下ばっかり見てる。あ、頑張って。あ、食べたけど背中や。背中や。いっぱい食べてくれるので。よいしょ。探しています。ちなみにこのイカが巷では50グラムぐらいで、なんと送料込みで1万円ぐらいします。そんなすんの？そうなんです。すごいや、これ2万円分ぐらいなんで、いっぱい入ってる、はい、今ワケワケしてるの。だいたい1万5000円から2万円分ぐらいだと思ってください。これ高倉、あ、ほら高倉達。これもこの辺におる達の年子。よく私が最終行ってきた時はなんか真冬になんかもう凍え死にそうな感じでひろひろ泳いでるのをよく見てます。寒さには強いんでしょうけど、やっぱりなんか、まあ、言うても真冬はダメやもう、なんかほぼ浮いてる状態でニョロニョロっていうのを食べたぐらいの付けたとか。食べてる。お、あ、食べた。あ、すごい。あ、すごいすごい。掃除機みたい。チュッて、あ、チュッて。このヘコアユ、ヘコアユはこっち。すごい激しい感じで。にょいにょいにょいって。場合はこの後ろのやつ。そうですね。一本線が入っているやつ。これは何？立ち泳ぎっていうの？でも頭下。あ、そうか。逆さ。すごいね。シンクロ選手。あ、もう線にしか映ってないけど。なんかこっち向くのこうね、向き的にちょっとね。線が上下するだけやけど、これがペコアユ。こっちは幼児魚。このヒョロリンってしてるのは幼児魚。が幼児魚で、こっちがオイライン幼児魚が入ってるんですが、今男の子の。オイライン幼児魚で、このしましま？そうです。しましま。男の子のお腹に卵があります。見えないかな。わかりづらいかな。あー、なんかつぶつぶしてる。つぶつぶしてて、ちょっと成長してるんで、入りますよ。へえ。これがもうほぼ黒色になってる。これがオイラン幼児。あ、こっち来た。もうちょっと。来ないね。結構やっぱ子供がいるから繰り返してる。ああ、向こう行ってた。この子、この子がつぶつぶしています。そうなんです。じゃあこっちはメスなの？そうです、メスです。これがメス。よくわからないけど。何が違うんだろう。ああ、見えないね。見えづらい。ちょっと見えづらいですね。で、高倉達が入って10種類から11に変わった。そうですね。ホットベリーシーホース、クロウミウマ、ハナタツ、ヒメタツ、サンゴタツ、タイガーテルシーホース、シドニーシーホース、ネブラスカウトシーホース、カリビアンシーホース、ウオミウマ、ホタタツ。もう分からへんけども。これは、これがポットベリーシーホース、大きいやつ。今日、卵から帰って、お父さんから放出されてきましたね。あ、本当。誕生しました。水槽が一番イサザアミが観察しやすいです。ああ、そうね。このここの頭のツンツン立派やんか。そうなんですよ。擬態なの。まあ、皮弁器具の一部。へえ。
食べた。ちゃんと見てるのが分かる。めっちゃ目が寄ってる。なあ、キョロキョロしてるもんね、ちゃんと。いけ、いけ。この中に例えば冷凍の死んだイサガミとか入れても全然、見てやめようみたいな。グルメ。ね。だからこの格納と食の飼育は難しい。ああ、餌が問題が大変だな。そうなんですよね。みんなこっちにへばりついてるよ。まあ、そんなにお腹空いてないから、あの別にそこまで必死こいて食べなくてもいい。泳ぎに行ってまではいらんか。そうですね。毎日豊富にこんなイサザあげるので。せやな。取りに行かんでもくれるもんね。贅沢だ。多分一食の費用を絶対人間というか私よりもあるから。ここにも姫たつ。姫たつさん。だいぶ大きくなったよ。そう、だいぶ前に出した。それがわかりやすい。この辺かな。そうですね、色がちょっと見すぎないと分かりづらいかも。ちょっとこっちの方がいいか。あ、これきれいきれい。黒いのとオレンジの、オレンジの方がいい。これはなんで色が違っちゃうの。これはもうあの感覚ですよね。ああの色変わるので途中からでも全然。大人になっても途中で黒くなってったり、場所を例えば変えたら、あ、ここはちょっと白っぽくした方が、明るっぽくした方がいいのかなと思うと明るくなりますし、例えば違うところに入れたりとか、照明を変えたりとか、あ、今ちょっと黒っぽくした方が多分周りに溶け込みやすいって思うと黒っぽくなります。今はこの子たちの中でこの色が目立たないと判断した色なんだ。なんでこの子たちも全員花たつも兄弟だし、パッドベリーも全員同じタイミングで生まれた兄弟ですけども、色が個体によって違うけど、まあ、ほとんどこう黒っぽくなってるんで、うん、このパッドベリーシーモス的には黒い方がいいかな、擬態しやすいんかなって感じですかね。あっちのあの触れ合いの方のポットベリーは白っぽいのが、うんうん、結構ライトを明るくして白いんで、白っぽい子が多いっていうのもあると思います。あっちはあっちで、あの真ん中が黄色いんで黄色っぽいやつがいたらいいと思います。あの葉っぱ、葉っぱみたいな海藻が黄色いな、黄色だと黄色。その年はいろんな色に変わるんですよ、実は。すごいよね、面白いよね。あ、もうお腹いっぱいになってきた。お腹いっぱいになってきた。あ、まだ食べてる。結構ね、あのタツノオトシゴって胃がないお魚さんらしくて。え、すぐ腸？え、すぐ腸になの？そうです、すぐ腸になる。食べ、いわゆる食いだめみたいな。あ、はい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 。いや、まあ朝晩食べれば、うん、朝昼晩食べたらいいかなじゃなくて、常にちょこちょこって食べてる。あ、ちょっとお腹すいて食べよう、ちょっとお腹すいて食べようみたいなのが、あの、で、昼間はずっと餌が来たら食べて、餌が来たら食べてっていうのを繰り返してる。なんで常にこういうふうに生きたい餌、冷凍の餌だと死ぬほど食べなくなっちゃうので、生きた餌を入れといて、ちょっと多めに入れることでいつでも食べれる状態にする。なるほどね。と、結構いい感じに。そうなんです。いい感じに長期飼育とか、それからあとはやっぱ一番メインの繁殖がね、うまくいくので。そうなんです。今だから今うちで繁殖ができてんのができてるのがタツノオトシゴ類だけでいうと、ポットベリーシーホース、それから花タツ、花タツがおじみちゃんたちがいる、ここね、さっきのこれ花タツ。クロミウマに関してお父さんも、お父さん自体がシーバルバイ。ああ、なるほど。でタイガーテールシーホース、タイガーテールでブラスナウトシーホース、タイガーテール、これこれな、それから黒白ね、
ゼブラ、ゼブラ、あれなんかゼブラ、あ、この顔がゼブラな、シマウマ。サンゴタツ、サンゴ。サンゴタツどこにおんの？あれ？あ、ここにおる。ここにおった、ここ、ここ、ここ、これ。サンゴタツ。シドニーシーホース。シドニーシーホース。ああ、奥っちょやな。この奥、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 ここ。ここにいます、ここ。以外は、うん、基本的に1匹しかいないか、はいはいはい、オスしかいない方で偏ってるやつのみ。それ以外オスメス揃ってるところは全部繁殖してます。であとは幼児ボルビだったら、オイラン幼児はもう、そうやな、さっきも、はい、オイラン幼児、このシマ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 、東幼児も今繁殖してて、あの子供は取れるけども、うん、大人にならない。ヒバシ幼児。ヒバシですね、あのヒバシ。ああ。の幼児。どこにあんの？あ、あれもそう。ちょろちょろしたやつ。あれが違う。え、どこ？え、あの、オレンジと青のやつです。ああ、はあ、すげえ。2匹いて、これがまたペアになってくれて、卵毎回。あ、おったおったおった、これ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 。これやんな。卵を毎回持ってくれて、うん、マフカーを何度も何度もしてくれてるんで、いろいろチャレンジしてるんですけど、長くて1週間ぐらいしか育たないんで、ちょっとどうにか頑張りたいやつやな。繁殖させたいな。来た来た、こっち。これがヒバシ幼児。そうなんです。他の水族館でも成功されてないんで、これはちょっと力を頑張りたいところやなと思います。はい。ということで、11種類。すごいやん。まさしく、タツノオトシゴの国。そうです、今めちゃアピールしてます。来年初年やし、はい、頑張りましょう。はい、今日はこの子メインが、メインが高倉達、はい、が入りました。高倉達ちゃん新メンバーです。ご入よろしくね。この子